はい、こんにちは、レトスのものです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。昨日から予想模試の販売を開始しました。市販の模試や予備校の模試よりも解説を細かくして復習すれば実力が上がるようにしております。丸暗記ではなくて理解をしながら勉強できるので、市販の模試よりも先に弊社の模試を行っていただくこと、お勧めしております。 そうすれば、市販の模試の解説でわからない部分があったときに、弊社の模試の解説で調べることができるんですね。なので、先に弊社の模試をやった後、ある程度実力をつけた上で市販の模試やっていただく方が効率的、かつ効果的な勉強ができますので、ぜひ参考にしてみてください。予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入っていきます。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡した債権譲渡について B は C に対して確定日付のない書面で承諾をした場合 C は第三者 D に対して自分が債権者であることを主張できる丸か×かという問題です、えー、問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで、えー、答えはどうかというとこれは×ですね ま、確定日付のないっていうところが誤りになります。債権譲渡について第三者に対抗するためには、債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、まあ、どちらかですね。で、このどちらについても確定日付のある証書で行う必要があるんですね。で、今回は確定日付のない証書で承諾をしているわけですよ、債務者は。なので、この C さんっていうのは第三者 D に対して対抗することができない。 なので誤りになるということです。で個別所の受講者については、えー、受講者専用のメルマガから債権譲渡の基本的なところを頭に入れていただければと思います。で今回はちょっと無料のメルマガなのでこれ以上ちょっと詳しくは解説できないんですけどもこの問題、えー、意外とですね理解していない方非常に多いのでしっかり理解できるようにしていただければと思います。 売り主が宅建業者として、宅建業者でない飼い主は、建物の物件の説明を売買業者 B の事務所で受け、翌日、出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと、後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない、ルか×かという問題ですね。 え答えは×です。まず、申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは、申し込み場所が判断基準です。で、今回、どこで申し込んだかっていうと、出張先から電話で買い受けの申し込みをしてるんですね。つまり、買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは、事務所等以外なんですね。事務所等に該当すると、クーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。 つまり、原則、契約解除できるんですね。従って、契約解除できないという本問は、誤りになりますよ、というふうな結論になります。で、この問題っていうのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実は、クーリングオフについても、考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても、対応できて、すべて解けるようになります。なので、ちゃんと理解するっていうところが、やっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。 で開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、えー、答えを導くっていうことがやっぱりできるようになるんですね。でそうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、もう確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところをやっぱ得点できるかどうかっていうのが、まあ、合格の、えー、分かれ目になってきますので、ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で考え方については、個別指導で解説していきます。 問さ3ですね。福音3メートルの弦に存在する道で、建築基準法適用の時、弦に建物が立ち並んでいれば、その道路は建築基準法上の道路である。丸かツかという問題ですね。答えはツです。でまあ、これはですね、昨日の問題の類題なので解けないとダメですね。 福音4メートル未満の道、福音っていうのは幅ですね。幅が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては建築基準法上の道路になります。しかし、特定行政庁の指定がなければ、その道っていうのは建築基準法上の道路にはならないんですね。まあ、実際に、えー、狭い道の奥に建物が建っている場合ってあるんですよ。で、そういったところっていうのは、その狭い道について、特定行政庁が指定することで、 建築基準法上の道路と見なされるんですねでその結果建物を建てることができるわけなんですよ、まあ、基本的に 4m 未満の狭い道に接していてもその道が特定行政庁の指定を受けていないと建築基準法上の道路とみなされないので建物を建てること、まあ、建て替えとかですね、は、まあ、できないですなので建物を建てる際に、えー、接動しているつまりまあ接している道路が建築基準法上の道路かどうなのか それはすすごく重要だということなんですねもし建築基準法上の道路に接していなければ建て替えができないのでそんな土地買ったとしても建物建てれないってことになるわけなんでね、まあ、非常に重要だと、まあ、いうことになりますそして初めにもお伝えをしたとおり昨日から予想模試の販売を開始しました市販の模試や予備校の模試よりも解説を細かくして復習すれば実力が上がるようにしております 丸暗記ではなくて理解をしながら勉強できるので市販の模試よりも先に弊社の模試を行っていただくことをお勧めしておりますそうすれば市販の模試の解説でわからない部分があった時に弊社の模試の解説で調べることができるんですねなので先に弊社の模試をやった後ある程度実力をつけた上で市販の模試やっていただく方が効率的かつ効果的な勉強ができますのでぜひ参考にしてみてください 予想もしはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからお申し込みいただけますあなたのお申し込みをお待ちしております残り2ヶ月ちょっと最後まで諦めずに頑張っていきましょうあなたの合格を願っておりますレトスの小野でした